麻雀スタジオ。今プレイをしたら前回の対局で、成績悪かったんで C2 に降格という連絡が表示されました。なので今 C1 から C2 に落ちちゃいましたっていう状態です。まあ団員目指すっていう一応何だろう趣旨テーマ、ただ何にも考えず打ってるだけだと、何か、まあ、面白みがないというか、何かこう基準になるものが欲しくて団員っていうのをやったんですが、何か団員に特別固執してるわけでもないので、まあ、団員を上げることはもちろん目指していますが、何かこういい読み、いい説明、いい実況、解説、そっちをできるだけこう多くで、麻雀をこうまとめるのってものすごく難しくて、まずじゃんけんみたいに運が大きく絡む競技、この時点でこう一般化するというか、一般的に説明でまとめる、これがまず難しい。プラスあとその場の点数状況、その場の相手の捨て牌、しかも3人がいる、しかもその場のトーン1局なのかトーン2局なのかトーン3局なのかとか、あとはもちろんちょっとゲームだとないんですが、人間とやっているとその場のこの人の勢いがあるとかね、この人すごいと今もう4局5局連続リーチで積もってるとか、なんかそういう言葉で表現しづらいものもいろいろあるんで、まあ正直運が半分以上絡むゲームの部類だと思うんですね、麻雀は。おちょ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 、なんだちょっといきなり親が3連チャンで泣いてきて、まあ通位層とかないと思うんで、トンパツ本一親マンぐらいは見えるんで、ちょっとこれは怖いですね。通位層とか絶対ないですね。まああったらあったで通位層振ったって逆に思い出になるんで、まああのさっき言った通り運が半分以上絡むゲーム、こういうものはこうバカラとかじゃんけんとか半丁博打を理屈でまとめるっていうのはまあ実際不可能で、麻雀はじゃんけんとは違って実力がちょっと絡む、完全な運ゲーではないとは思っていますが、やっぱり運の要素が 70%、80%、また 60% 占めるゲームをこう広く不特定多数の人に納得してもらえる説明というのがやっぱり難しい、まあ実際不可能だとは思うんですね。ただその場の状況次第であれこれあれこれ説明してると、まあ、何かが誰かにヒットする可能性はあるわけで、ただその全く同じ状況同じ捨て牌同じメンツが今後来るかといったら来ないんですけど、まあでもそういうことやってるとまあ応用が効く日が来るかもしれませんし、まあ、せっかくやってる以上はそのいい読みいい解説参考になる何か意見、をしたいなと。わかんないですね。別に降りてるわけではないんですけど、ちょっとツモがどうしようもないですね。安牌がちょっとあの最後のツモでテンパんなかったんで降りました。おおすごい。
なんだろう、何か糸を持ってリャンピンを押さえたのか。まあリャンピン切りづらいっていうのでリャンピン残してたと思いますね。これはたまたま残ったっていうよりはリャンピン切りづらいなと、プラステンパイは維持したいなで論できたのは偶然だとしても、なんか意図的に残したリャンピンの気がします。右はソーズなんで、まあ泣かれるかな。あらら。まあボロチの3式一応見えますけど、できるだけソーズをこう固めてあげて、ちょっとした嫌がらせですね。あとは2刺しのドラ使いプラスボロチ見えるんで、まあソーズは今のところ切る理由がないですね。急走とか持ってくると、イーソー急走いらないかな。で右はピンズに見えなくもない、ちょっとハテナですね。あ、ピンズじゃないですね。まあ左はソーズと、右はいきなりハクハク切ってるんで、ハクハクチューンってこんな切り方しないんで、本一狙ってる人でも、なんだろうどうしようかな。マンジはとりあえず安いですね。初はローンされるかポンされるかなんで、ちょっと抑えてあげて、初は切らないですね。マンズは安い。とりあえずマンズ待ちにはなりづらい玉。上がる気があるんだったら今のうちいいですね、本当は。ただ私は地位の選択肢が出ないですね、私個人。で、イーソーこぼれてるんで、ソーズそろそろ転廃しててもおかしくない。初切らない、ソーズ切らないなんで、ちょっと折りっかなって感じですね。でこうやって押さえて、あ、でもどうしよう、イーシャンテンぐらい取ってみよう。リャンズを今取ったんで、サブロスを引いてきたらリーチでいいと思います。勝負でちゃんと初も、多分初誰か2枚持ってもちもちなんで、ちゃんと初も押さえたまま、ソーズも押さえたまま、あ、三蔵上切ってきた、ドラの三蔵上テンパイですね多分。あれ、すいません、ちょっと私の読み全部外れてました。ちょっとまあ想像の本一だと思ってたら567844だと、345678444。まあ、いやいや、想像の完全に想像で染まってたと思ったんで、捨て牌が何よりソーズの本一にしか見えない捨て牌だったので、ちょっと今のスーワンポーンはもうどぎも抜かれたい人泣きですね。これは難しいな。なんとなくですけど、リャンピン3ピン落としそうな気するんですよね。ちょっとここ老僧ジャントなんか使いたくもないんで、それだったらテンパんなくて上がれなくていいんで、ちゃんとこう自分が思い描いた形でジャント、まあウーワンジャント当たりになるのかな、パーワン引いて。で個人的にドラローピンで赤ウ持ってるんで、ローピン使わないとなんか嬉しくない手ではあります。まあサブローピン注意ですね。まずマンズはまず分かんないんで、
あ、今の 1-2-2 落としてもよかったですね。あー、もったいない。 1-2-2 落としが正解かな。ちょっと2人1になると分かんないんで、まあ数ピンから引いたら即リーですね。サブローピンはとりあえず要注意。あ、通った通っちゃった。まあ読みを断定するのは難しいと言っても、なんとなくこう経験則で危険筋を何個か読んで、その中のどれかだろうくらいしか、まあ、読めないですね。あと入り目になってる可能性もある。おわすごい。あー、テンパってたら私ロン食らってましたね。2人リーチになるとちょっとどっちかには通るだろうと思えても、2人に通るっていうのはやっぱ現物とか何かノーチャンスとか、しかも人に説明して納得してもらえる理由をつけれるっていうのが難しいですね。自分でなんとなく経験則でなんとなく通りそうっていうのがあるんで、それをなんでって言われると、いやいや過去ずっと麻雀打ってきてそうだったからぐらいしか言えないんで。三蔵が雀刀なるのかな。ちょっとハイ効率で言ってみます。ドラは切らない前提でウッパーワンとカンパーワンと、いや三蔵ジャントって決めてんだからニャンといらないのか。ちょっとリーチかけられちゃったんで、まあ、パーワン切ろうかな。ジャンプはもうリーチかけられちゃうとちょっと時すでに遅しみたいな。リーチをかけられてからの手作りはあの制限ありの手作りになるので、まあ難しいですよね。縛りの中で手を作っていくとなると、どうしようかな。まあリャンズは通るだろうけど 手が遅くなるか。C1 は絶対関しないですね、こんな手で。相手がリーチをしている状態で自分はまだリーチできない状態。サブロッソは嫌だな。ちょっと分かんないですね。ニャンピンなんでサブローピン、一数ピンっていうのも危険なんで、まあ、私の手もう中抜きするか。かといって自分が4枚持ちのスチー1は絶対切りたくないんで、でドラが一番安全って感じですね。Q1 のかもしろ、サブロッソ、C1、E ピンより Q1 の方が安全に思えますね。チートイじゃない限りは。あ、時間切れましたね。ちょっと降りてみようかな。サブロッソと C1 とピンズのリアンピンもあり、切りたくないっていう時点で。ただ一応イーシャンテン、あ、リアンシャンテンか。あー、まあちょっと切る牌がないですね。なんだろう。あ、シャーハツか。まあ読めないな。まあ、読みは全部外れてましたね。 C1 でもないサブロッソでもない。これはちゃんと三色すごい手ですね。フリテンリーチの E1 ツモって感じですね。最終形はただ親なんでダブトンのみとか無意にあの最終形の見た目にこだわらず、ダブトンポンしてニックでもいいかなって感じですね。
とは一泣きします。あーこれいやどうしよう、ちょっとトンだったらローンします。9ピンなんか引いてきたら数ワンでリーチします。こんなのは絶対読めないんでトップまで7200。親なので細かく、まあ、マンガンぐらいを見て攻めればで別に安くても上がっていいわけで、左はトップ確定の早い泣きではあるんですけど、言いそうから泣くっていうのは手牌に逆牌あんことか、ペーかな。あんまりあの後付けペー2枚持ってこれからペー泣く予定と、後付けでもしあるならばちょっと焦りすぎですね。他の人がペーもちもちだった時点で上がり目ないわけで、あまあ天牌の点でいい、トップ確定ですけど、まあポンポンしてるんでトイトイかな。あこれはちょっとあトイトイか、あこれ納得ですね。ペイの肩上がりでもないのでちゃんとトイトイっていうやつがついてるんで、うわすごい100点差200点差で3人が並んでる。ビリが2万500、3茶が2万600、2茶が2万700。